ジェームスは貨車も客車も引ける特別な機関車だ。おしゃれな赤いボディは彼の自慢だった。ジェームス、お前がいると明るくなるってみんな言ってるぞ。ある朝、ジェームスはみんなに向かって汽笛を鳴らした。見てくれ、この鉄道で一番役に立つ機関車、ジェームスを。よく言うよ、君だけじゃなくみんな役に立ってるんだよ。トップハムハット卿だってそう言ってるよ。あのね、ジェームス。なんだいパーシー。ちょっと登れすぎだよ。ふん、そんなことないよ。ジェームスはその後もまだ自慢していた。僕はこの鉄道の誇りさ。さっき貨車を引いてたろ。お前はただの貨車用機関車さ。客車だって引くよ。俺ほどじゃないだろ。トップハムハット卿が僕のために計画していることがあるんだよ。ジェームスは口から出まかせを言った。どんな計画だ。今にわかるよ。ジェームスは内心しまったと思ったが、もう遅かった。ピカピカの新しい客車をトーマスが押してきた。やあジェームス。やあ、これは僕の客車ねえ。そうだろう。いや、これはゴードンの急行列車さ。君には貨車を取ってくるよ。でもジェームスはみんなに一杯食わせてやろうと思った。実はね、この客車は僕が引くんだよ。トップハムハット卿に言われてね。じゃあ、あの貨車はどうするの。ゴードンにやってくれ。命令じゃ仕方ないな。ジェームスは客車を連結するとしめしめという顔で飛び出していった。トーマスが貨車を引っ張って戻ってきた。しばらくしてゴードンがやってきた。俺の急行はどこだ。トーマスはゴードンにジェームスのことを話した。それを聞いてゴードンも機関士もひどく腹を立てた。トップハムハット卿が怒るぞ。一方ジェームスはご機嫌だった。なんてうまい考えなんだろう。本当に名案だったよ。ところが駅でトップハムハット卿が待っていた。いたずらには可愛いものもあるが、これはいたずらでは済まされんぞジェームス。はい、すみませんでした。しばらく機関庫で頭を冷やせ。みんながジェームスを冷やかした。今日は誰が急行を引っ張るんだ。多分君じゃない。ジェームスはバカなことをしでかしたおかげでしばらくお休みさ。ジェームスは悲しくなった。翌朝ジェームスは仕事に戻った。やあジェームス、出てこられてよかったね。騙したりしてごめんよ。これは僕の貨車かい。そうだよ、君が戻ってきて貨車も喜んでるよ。ジェームスは貨車をつなぎ港に向かった。彼は貨車を入れたり出したり一日中忙しく働いた。そろそろ帰ろうかジェームス。貨車も客車ももういない、俺たちだけだ。その時ある男が話しかけてきた。すみませんが、乗せてってもらえませんか。トップハムハット卿との約束の時間に遅れそうなので。いいですとも。ジェームス、この方は鉄道監督官なんだ。へえ。ジェームスは全速力で滑るように走っていった。待っていたトップハムハット卿に鉄道監督官は丁寧に挨拶した。本当にいい機関車をお持ちですね。おかげで助かりました。いやいや、そうですか。ジェームス、今度こそ本物の立派な機関車になったな。